皆様こんにちは、山内一でございます。シャツにネクタイにリュックスタイルに電車スタイルということで、動画を回してるんですけども、これ風で聞こえづらいんじゃないですか。随分すいませんね。今日は、鶴見線の海芝浦という駅に来てます。この駅はちょっと降りれないんですよね。で、向こうこのカメラの向こう側をちょっと企業さんがの敷地なので映せないんですけど、ちょっとやっていきたいと思うんですけど、すごいですよ。この歩いていけない駅でですね、駅のホームから、海が直結という感じで、やっております。まあ、ちょっとね、少し触りだけでも珍しい駅なんで、歩いていきたいかなと思います。 JR の鶴見駅から電車で11分ぐらいですね。ただ1時間に1本ぐらいしか電車がないので、1回行って帰ってくるのが大変というふうに、聞いておりますが、すごい風が強いですけど海の景色が綺麗ですね。なんかこうね、こうあるんですけど、あ、すいませんね、ごめんなさい。そうやってるんですよ。風がすごくてもう髪の毛がわしゃわしゃになっちゃってますですけれども、なんかこうね、気持ちいいなというふうに思ってこう歩いてるんですよ。すごく僕も、どうですか、あれレインボーブリッジですかね。違うかな、全然違うのかな。まあなんかこうやってるんですけど、今ですね、実は僕は自分のトークライブの、特典になるフォトブックの作成のためにここに一人で、来ているんですけれども、一体どんなフォトブックができるのか本当皆さんも楽しみにしていただけたらなというふうに、思います。どうですか、綺麗ですよね。すいません、ちょっと風が強いのでこのマイクを、この口元に置いて喋らさせていただいてるんですけれども、もうね、まあこんだけ髪がぐちゃぐちゃだとちょっと恥ずかしくて何も喋れないですけど、いいですよ。まあこの動画をアップするタイミングがこういつになるのかわからないんですけれども、まあね、まあ割と神奈川、で、まあ、東京関東近郊の方からしたら近場ですけれども、こうねパッと来れて、こういうまあなんでしょう、もの珍しい環境に行けるっていうのはいいですよね。だからこう土日祝日とかですね、こうちょっと、早起きして、早起きするまでもないですけど、この何なんだよ、まあ、歩いたりしてみると、こう歩いたり出かけたりしてみると、こう少しいつもと違う日常になるのかなと思うんですけども、あ、ごめんなさい、ちょっと一般の人を映しちゃいましたね。一般の人が映っちゃってましたけど、というわけでこうやってるわけですね。すごいですよ。でも本当に気候も良くて、この後雨が降るって聞いてるんですけど、今は雨が降ってない状態で気持ちよくて、あ、後ろであれ、あ、アンチ、あれ、あ、ちょっと待って、君ちょっと来て、もうダメだよ。あれアンチですよね。